な。どうもこんにちは、ルアーチャンネルのルアーちゃんです。今回はですね、トップチーヌやっていきたいと思います。時間が限られてるんで、今あそこなんかおる、ちょっとやってみたいと思います。トップチーヌってね、あれなんですよ、風があった方がねいいんですよ。実はでおるチヌは見切るな。群れがおるんじゃないから見切られるな。あのね、どういうことかといえば、単発で 1,2 匹がこうなんていうの、泳いどる感じなんで、今ちなみにやってるのが水深1メーターあるかな、ここそんなとこです。朝まず見に来ると結構ね出るんよね。昔はようやってたわ。いやー、なんか見切っとるな。条件的には最高、風があるから。暑い。あー、チヌおらんな。見える時はクロダイがねここから見えるんやけど、まあおらんとこポコポコやっててもしゃあないんで移動します。90のシーバスロット
L タイプですね、めちゃめちゃ柔らかいタイプ、はい、に、RA ポップとかあといろいろ持ってきました。で、3000番のリールで、ね、やっていきたいと思います。使うルアーなんですけど、まあ、こんな感じでトップウォーター持ってきたんですけど、一応ね RA ポップを中心にやっていこうと考えているんですが、とりあえずは量が、見ている感じなので、今から3時間かけて下がっていくのかな、はい、そんな感じです。なのでちょっと潮位高いんで、まあ今の時間どうだろうな、まあ、出るかな、どうだろうな、わかんないんで、ちょっとまあやっていきたいと思います。わからないんですけどね、かなり潮位あるね。とりあえず、RA ポップからやってダメならちょっといろいろ変えていってみようかな。わ、かなり潮位あるな。本来ならここ歩けるもんね。うわ、すごい、カニカニカニちゃんがすごいよ。よし、やるか。あー、夏はいいよね。夏はこういう水に触れれるっていうのがいいよね。うわ、まだ結構まあまあ超やるな。なのでちょっとこの辺から探っていこうかな。まずは土定番のああいう橋脚周りですね、空いたところを探っていきましょうか。で徐々に、いろいろ下っていってみようかな。さあ、それではやっていきましょう。もういきなり連れてくれてもええねんで。まあ誰もが打つね、ああいう橋脚周りっていうのは空いているんであればやった方がいいかなと。ただもう先行者さんが入っている可能性もあるし、あるいは誰かが打っている可能性もあるので、まあまあ擦れている可能性が高いんで、まあ来た時に誰もね人が見ていなさそうであればやる可能性はあるかなと。とりあえずやってみましょう。でここで釣れる魚なんですけど、一応ねトップウォーターでこれ今やってるんですけど、まあ、チヌであったりとか、シーバスなんかも釣れるんで、あとはマゴチとかね、そういろんなものが釣れるのでね楽しい。さすがにアジはね釣れんけど、ちょっと今の時間帯ちょっと遊びなんで、サーチ的にこういったおもろいルアーでもね釣れたらラッキーやし、遊びなんでねこういうのは楽しんだもん勝ちでしょ。鉛筆いきます。これペンシルだよね、ラッキークラフトの。視認性いいか、見やすいよねこういうの使うと。まあ、ポッパーと違いペンシルなんで、逃げてったりしてね、せっかくのさチヌが逃げてったりしてね、可能性はあるよね。ああいう橋脚めがけて投げます。で結構川の注意点なんですけど、これ僕そんなに入ってってないんですよね。あの入っていくとあの流れの強いところとかがあるので、はい、あまり深みに入らない方がいいです。僕これ今膝ぐらいですね入ってても。よく肩までね入っていく人とかいるんで、はい、気をつけてください。危ないんでね川って、舐めてるとね上流からの水とかが急に流れてきたりとか、そういうこともあるので気をつけてください。まあ鉛筆じゃ釣れやんかな。これがクリア系やったらおもろいけどな。そんな感じでもなさそうやしな。橋脚ギリギリですよ。
ああいうところに結構ついとったりするからね。はい、しっかりやろう。次はね、バスパーやってみますわ。知ってるかな、知っとる人は知っとると思う。うわ夏いわって思うと思う。あのね、どこやったっけ、使っとったんこれ。知ってるかな、10年ぐらい以上前かな、売られてまあまあ人気やったんですよ。そのバス釣りやってる時って、エトのルアーとかあったんですよ当時は。うん、まあまあ釣れそうなアクションするやん。ええやん、ええやん。こんなんで釣れたらもう泣いて喜ぶで。まあ厳しいやろな。まあ厳しいよね、知ってた。これラトル入っとるからあかんな多分。条件的にはねめちゃめちゃ最高なのよ。っていうのは風でちょっと波立ってるんで悪くはない。あとはもう運や。チヌがいてはりそうなところを探っていく、それだけ。どうしよっかな、まあ、ここ定番でいっとく。やっぱりやよな、定番だよね。こういうねロープとかこういうのもあるんで気をつけてくださいね。足取られてひっくり返ったりとかするんで。で、ずかずかと歩いていかないっていうのはエイとかそういうのがいる可能性もあるので、ゆっくり足場を確認しつつ、見えていてもあの深いところとかもあるので、ね、それは、はい、しっかりやってた方がいいと思います。気をつけて慎重にね。あ、血のった、手前におったよ。うわ出たし、そんなところで。マジかよ。まあ出てもあかんねやけどね。出たからといって釣れるわけじゃないんで、一応投げとく。取れてなかったんだけど出た。
けどなんか脱っぽかったな。まあいいや、とりあえずやってみよう。可能性はあるぞ。うん、脱っぽかったけどわからないんで、何かわからない。さっきの出方は脱かな。一回ボコッと出て、なんか飛び上がるように出たからね、魚体が遠すぎて見えなかった。でそのまま誘い続けたんやけど、チヌやったら食ってくるしな。こっちの肩がやり続けてさ、なんていうんやろ、右肩がさちょっとおかしなってきた。これね、ポッパーチヌってさ、ウェーダーで入ってるとさ、やった人はわかると思うんだけど、まあまあしんどくない？あとリールとかの握り方も変えていかないと、同じ握り方していると痛くなる、手と手の間がね。今までだいたい何時なんやろ、4時半ぐらいかな、もう5時ぐらいかな。いやまだ5時にはなってないでしょ、4時半ぐらい。今日はね6時が干潮やから、まだまだ引いていくと思うよ。まあ、言うてもでも小潮やからね、そんなに潮位が引く大潮みたいね変わるかって言ったらそんなことないんやけど、あとユーマ詰めのパワーに期待したい。ただちょっと嫌なことがあって、風がなくなった。これポッパーチヌにとっては最悪。やっぱね、なんていうの、水面がこうザワザワザワってついとる方がチヌの警戒心もねなくなるし、騙しやすい。うわこれは嫌やな、どうしような。こういう時どうするか言ったら、風吹くのを待つか、でも風吹いたとこ待ってもしょうがないんで移動した方がいいよね、風の当たるところ。ただああやって見てると風がさ、ところどころ当たってるんだよね、風向きなんだよね。だからこの辺でもさ、風がなんか風のちょっとありそうなざわついてるところを狙ってみよう。このトップウォーターの面白いところってさ、やっぱりいつ出るかわからんところやな、ドキドキ感、これが一番びっくりするよね。びっくりするというか楽しいよね。あそうか、食い方下手なんて言ったらシーバスも入ってきたんやな。そうかそうか、チヌだけじゃないや、ここ忘れとったわ。頭の中ではもう3本ぐらい出とるんやで、3バイト中2バラシって感じ。まあそんなもんですよね。もうちょっと照りがね、入ってきて、水温も上がって気温も熱くなってきたら、アホみたいに浮いてくんねんけどな、チヌも。あと数日ちょっと早かったかな。本当はこれ手前まで引いてきた方がいいんやろうけど、ある程度で回収してるっていうのは、風で波立っているところを中心に探って、で波立ってないところに来たらもう回収している感じです。はあ渋っ。子供の頃ってさ、もっと簡単に釣れたような気がすんねやけどな、トップチヌって。年々賢くなってきとるな。学習しとんのか。ポコポコするもんには気をつけろよってなんかおるんやろな、知らんけど。もう一枚長袖できたかったけど暑いしね。
なんで長袖で夏でも僕やってるかって言ったら、焼けたないから、それだけです。今日はね、正直のあと、2時間ぐらいね、3時間かポップはやってたんですけども、体力の限界、ちょっとふらつくんで、もうね、多分まだやってたら釣れると思うんやけど、帰りますっていうのはね、もう見て、もうね、なんかベタな、あれ風出てきたな、おいおいおい、マジかよ、帰ってきたと思ったら風出るの。まあちょっとね、もう体力の限界なんで帰ります。まあこんな日もありますよ。暑さだけにはね、十分気をつけて、皆さん長考してみてはいかがでしょうか。